幻の山大国は宮崎公平による日本の書籍。宮崎の半生と山大国が島原にあるという学説とを同時に記した作品であり、小説でもなく評論でもなく分類が難しい作品。2008年秋、吉永さゆり主演で映画化された。1965年より九州文学に連載開始され、1967年。 講談社から出版される。同年、公平と妻はこの二人で、第一回、吉川英治文化賞を受賞した。山大国は、どこにあったかという、いわゆる山大国論争は、専門の学者らの間でしか語られていなかったが、本作がきっかけとなり、一般人にまで、その論争に火がついた。山大国の位置については、機内説と九州説の二大仮説があり、宮崎は、 九州説を支持していた。1968年、菊田和夫客色により、幻の山大国が東京宝塚劇場で演劇として上演された。1980年、その後のさらなる研究内容が加筆された、決定版が出版された。書籍はいずれも絶版であったが、2008年8月に、講談社より、真相版が発売された。 2008年11月1日、東映系で風切り。本作は和子からの視点を中心に展開され、戦乱期の悲劇、公平との出会い、公平の目変わりとなって、山大国探しを続けて体制するまでの反省を軸に脚色して描かれており、原作との接点はあまりない。本格科学冒険映画20世紀少年三部作が金作であった。 堤幸彦が監督を務め、同作でも多用したスタジオセットや VFX を用いて、作品の舞台の中心である昭和30から40年代の時代風景を忠実に再現している。また、主演の吉永さゆりが劇中で30歳前半から50歳代までと、年齢に幅のある、和子役と公平の創造の中での卑弥呼を演じたこと、劇中歌のタイアップで、 セリーヌ・ディオンが日本語で歌唱する、ワールド・トゥ・ビリーブ・イン、ヒミコ・ファンタジアを使用したことが話題となった。なお、宮崎・和子の少女時代を演じた、宮崎・香里蓮は、宮崎・カ平の実の孫である。山大国があった場所を生涯探し続けた、宮崎・コ平と、盲目のコ平を支え続けた妻、和子の物語。NHK 福岡放送局のラジオ番組。 九州の歴史で MC を務めるフリーのラジオ声優、和子は、島原鉄道社長かつ郷土視野である全盲の鬼人、宮崎康平を番組に迎える。公平は、情熱と固くなさと包容力を合わせ持つ人物であり、一声で和子に惚れた公平は帰り際に、島原へ来るよう進める。公平に対して、懸念な印象を持ったが、番組の打ち切りで、時間の空いた和子は、 島鉄てず本社を訪ねる。そこで、和子が見たものは、傲慢なワンマン社長でありながら、情に熱い公平の姿だった。公平は、賃金の安さに不満を持つ社員のために、観光バス事業を始め、和子をバスガイドの教師に任命すると言い出すが、和子の宿泊先として送り込んだ旅館でつけを溜め込んでいることを知り、公平は金に対して、非常に無頓着であることを知る。 観光バスは軌道に乗ったように見えたが、後の集中豪雨で鉄道が土砂災害に遭う。線路沿いを歩いていた公平は、ふとしたことから縄文時に命を救われ、山大国は九州にあると仮説を立てることになる。しかし、法満経営が、たたり公平は、島鉄社長悲免の浮き目に遭い、和子は福岡に帰ろうとするが、公平からプロポーズを受け思いとどまる。 公平の人となりに惹かれた和子は事実婚となり、義子は人伝を和子の読み聞かせにより読み解くなど、山大国の位置を研究することに情熱を燃やすことになる。家計が逼迫するものの公平の助言で、島原鉄道から有明銀行に転職した矢沢の計らいで峠から、当座の生活費の支援を受け、九州中を安虐する旅に出る。1967年に、 幻の山大国のブームが巻き起こる。公平は社業に復帰しバナナ園を開設させ、長男誠からは、実妻の友子の署名夏いに入りの離婚届を受け取り、事実婚であった和子と正式に婚姻する。そして、幻の山大国の内容に満足しなかった公平は新たな探訪を始めた。1973年、公平は山大国が渦漏れている場所を探し当て、 そこに卑弥呼と山大国が存在したと回想し、その場で倒れ、生涯を終える。幻の山大国の大事周越対佐藤周越。ありがとうございます。